お世話になっております、マサルです。マサルの勉強部屋 CCNA 対策シリーズはようやく第2章へ突入します。2章のテーマは TCP/IP です。一緒に勉強頑張っていきましょう。なお、この CCNA 対策編の動画シリーズは黒本を意識して作っていますので、黒本を用意してご視聴いただくことをお勧めしています。概要欄に黒本のリンクを貼っておりますので、ぜひとも手に入れてください。それでは第2章頑張っていきましょう。そもそも TCP/IP とは何かから今回はスタートしていきたいと思います。 TCP/IP というのはインターネット環境で IP を使って通信をするためのプロトコル群の総称のことを言います。ごくまれに TCP と IP、 この2つのプロトコルを指して TCP/IP と言われることもありますが、基本的には TCP と IP だけではなくて、IP を使って通信するためのプロトコル全般を指した総称として使われることが多いです。ちなみにプロトコルというのは通信規約や通信手順と日本語訳されることが多いです。この動画では分かりやすく、プロトコルはルールだと思ってください。プロトコルはルールなので、通信をするためのルールです。そして現在インターネットで通信するために一番利用されているメジャーなルールがTCP/IP ということです。ではこの TCP/IP はどのようにしてインターネット環境で一番利用されるメジャーなプロトコルになったのか、少しだけ歴史を遡ってみたいと思います。時は1960年代まで遡ります。当時軍事技術の発達を目指して、大学や研究所で通信に関する技術研究が行われていました。当時抱えていた通信の問題点はこの2つ。攻撃などによる通信弾が発生すると通信が継続できないこと。もう1つは回線の利用効率が悪いこと。この2つです。まず1つ目、攻撃などにより通信弾が発生すると通信が継続できないに関しては、このような迂回路のないネットワークの場合、一部でも攻撃されてネットワークが切れてしまうと通信を継続することができなくなります。攻撃されて一部が切断されたとしても迂回して通信できるようなネットワークが必要でした。もう一つの問題点、回線の利用効率が悪いに関しては、従来の電話で利用していた回線交換と言われるような通信の場合、通信対象と一度通信を開始するとその回線は占有利用されてしまいます。他のコンピュータはその回線を利用することができなくなり、非常に通信効率の悪い回線でした。回線を共有して複数のユーザーで利用できるものが必要でした。この2つの問題を解決するためにパケット通信が注目されるようになりました。パケット通信というのは、大きなデータをパケットと呼ばれる単位に分けて小分けにして相手に送る方法です。パケット通信の場合、大きなデータを小分けにして送るので、複数のユーザーが回線を共有して使うことができます。利用効率が向上し、回線のコストを下げることができます。回線のコストが下がれば迂回路も作りやすいということですね。このパケット通信を実現するために作られたネットワークがアーパネットです。アーパネットはインターネットの起源とも言われます。アーパネットでは大学や研究所を接続することによって構築されていました。結果、アーパネットの研究は大成功を収め、パケット通信を実現させることができました。さらにアーパネットでは単に通信させるだけではなく、信頼性の高い通信を実現するための研究も行われました。そこで開発されたのが TCP/IP です。まずはアーパネットで TCP/IP という通信のルールができたわけですね。その後、コンピューターの OS の内部に TCP/IP が実装されるようになり、 TCP/IP によるネットワークの構築がされるようになりました。この TCP/IP によるネットワークをインターネットと呼ぶようになりました。 TCP/IP はインターネットを運用するために開発されたプロトコルということもできます。はい、それではまずは TCP/IP の歴史についてお話しました。歴史から知っておくと知識に深みが出てより面白くなりますよね。それではここから少し話題を変えて TCP/IP プロトコルスタックについてお話しします。1990年代、 ISO は OSI 参照モデルを標準化しました。
OSI 参照モデルは本シリーズの最初で勉強しましたよね。アプセットネデブというやつです。 OSI 参照モデルは ISO という団体が作った通信プロトコルを作る時のモデルです。ただあれだけ覚えてくださいといった OSI 参照モデルなんですが、現在ではほとんど使われていません。実は今回勉強する TCP/IP プロトコルスタックが使われているんです。 OSI 参照モデルではなく TCP/IP プロトコルスタックを使う。ちょっと混乱させてしまったかもしれないので、 TCP/IP とは何だったかもう一度思い出していきましょう。 TCP/IP とはインターネット環境で IP を使って通信するためのプロトコル群の総称です。具体的にプロトコル群が何なのかというと、ICMP や TCP や HTTP などこのようなプロトコルがあります。これらのプロトコルは OSI 参照モデルではなく TCP/IP プロトコルスタックを意識して開発されてできたということです。どうして OSI 参照モデルではなく TCP/IP プロトコルスタックが利用されるようになったのかというと、 TCP/IP の方がスピード感があったんですね。 TCP/IP は仕様を考えるより先にプログラムの開発をすると言われるほど開発重視で作られていきました。 TCP/IP は技術革新の急激なスピードに対応してプロトコルの開発や改良を行うことができて、世間的に利用されていくことが増えていきました。何事も最初は出だしが大切ってことですね。ただ OSI 参照モデルと TCP/IP プロトコルスタックが全く別物かといえばそういうことはありません。 TCP/IP プロトコルスタックは OSI 参照モデルに当てはめて考えることができます。まず1階層目がリンク層。リンク層はネットワークインターフェース層、もしくはネットワークアクセス層と呼ばれることもあります。このリンク層は OSI 参照モデルでいう物理層とデータリンク層に対応します。次のインターネット層は OSI 参照モデルのネットワーク層、トランスポート層はそのままトランスポート層、アプリケーション層はセッション層、プレゼンテーション層、アプリケーション層に対応します。ちなみに OSI 参照モデルはアプセットネデブで覚えました。 TCP/IP のプロトコルスタックはどのように覚えるのが良いのでしょうか。やっぱり後入りになるんですかね。もしいい覚え方を知っている人がいればぜひコメント欄で教えてください。最後に補足になりますが、 TCP/IP のプロトコルスタックは OSI 参照モデルとの対応を意識するようにして覚えてください。名前の共通点があるのでそこを意識して覚えるといいかもしれません。リンク層とデータリンク層、インターネット層とネットワーク層、トランスポート層はそのまま一緒ですね。アプリケーション層はアプリケーション層、この対応は CCNA の試験で問われるところなのでしっかり覚えておきましょう。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきます。今回は TCP/IP をテーマに一緒に勉強しました。 TCP/IP とはインターネット環境で IP を使って通信するためのプロトコル群の総称のことを言います。そして TCP/IP プロトコルスタックについてもお話しました。1階層目がリンク層、2階層目はインターネット層、3階層目がトランスポート層、4階層目がアプリケーション層です。必ず OSI 参照モデルとの対応を意識して覚えるようにしてください。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。